はい、こんにちは。ヒカックゲームズです。今日もウィニングイレブンアプリ2018やっていきます、という謎のテンションをですね、見せたんですけど、今回はですね、オンチャレの、報酬のですね、ガチャ2回と、あとですね、まあ、この2回だけ引くんじゃちょっとつまんないなとも思うので、まあ、追加でですね、スペインガチャ3回ぐらい引いていこうかなと思います。で、合計5回ですね、引いていこうと思います。はい。で、まあ、ゆったりと、出た選手の解説とかもできればしていきながら、まあ、まったりとまではいかないですけど、ゆっくりやっていきたいなと思いますので、結果が見たい方はですね、まあ、飛ばし見ながらやっていただければいいかなと思っております。はい。で、今回ですね、オンチャレの報酬が、銀以上1回と金以上1回出してるんですけど、これは、あれなのかな？今回は、何が対象なんだろう？特に対象ない感じですね。前回とかだと、CL ガチャの、銀以上確定とか、ベッカムガチャの銀以上確定とかって形で出てたんですけど、今回はですね、純粋に、まあ、昔イベントでもらえたガチャチケと同じような感じで、銀以上すべてが対象になるので、まあ、なかなか、狙いの選手が出るかどうかっていうのは全然わかんないんですけど、やっていこうかなと思います。よっしゃー、やっていくぜ。さあ、銀、ちょっとテンション上げ上げで。さあ、金以上が出たらもう最高。よっしゃ、いけ。うわー、来たー、マジかよ。誰？モドリッチー、やーべー、マジか。最高でしょ。なんで？銀角で初めて黒出たんだけど。マジで？こんなことあるんだ。やべえ。熱すぎるでしょ。待って、モドリッチ。待って。状況が把握できない。なんで？え？モドリッチだよ。やば。え、やばい。めっちゃ語彙力なくなってる。なんなのこれ。だってさ、あれなんですよ。昨日かな？モドリッチの確定スカウト動画出して、今日ですよ。モドリッチ。マジで？しかもスペシャルエージェントさん。やば。超嬉しい。待って、めちゃくちゃ嬉しいんですけど。はい、モドリッチ選手。もうやばいな、これ。ちょっと、ワンドロイドカップのメンバー見直そっかな。はい、こんな感じですね。やば。てかもう、なんかスペインガチャ引かなくていいかなって思い始めてきちゃいましたわ。強い。強すぎる。熱いな。ガチスカットのスタメン入っても全然おかしくないっすね。はい。で、スキルこの量ですと。うわー、マジで。やべえ。マジかよ。いや、もう放心状態、今。モドリッチ選手。はい。銀以上確定はですね、なんと一発目でいきなり黒、ぶっ放しました。いやー、来たね。本当に嬉しい。ということで、なんかもう、これでエンディングでいいんじゃないかってぐらいの取れ高なんですけど、まあ、金以上もやっていこうと思います。金以上熱いんだよな。金でも有能な選手出れば全然嬉しいんで。はい、やっていきますと。やーべえ、ちょっと興奮が収まらない。よっしゃ、来い。誰？黒は来ない。はい、金誰？誰？よいしょ。コラロフ。おー、コラロフか。どう、ウイレでどう？コラロフはどうなんだろう。ローマか。はいはいはい。ローマの選手ですよね。32歳。結構年ですね。センターバックもできると。はい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 。で、能力値こんな感じ。キック力高い。ボールダッシュ。はいはい。瞬発どう？スピード瞬発めっちゃ遅いな。あー、コモアン4か。どうだろう。ちょっと金スカットでも厳しいかな。レフトサイドバックですよね。僕、今、ジョルディアルバとか、ベインズとかよく使ってるんで、ちょっときついかなっていうところですかね。コラロフ。まあでも、ローマの選手なんで、嬉しいなというところです。はい。いやー、来た。ということで、報酬ガチャはですね、モドリッチとコラロフの、2選手になりました。いやー、だって、あの銀角って 3% っすよね。黒確率。やばいな。2018になってから結構ガチャ運いいんですよね。はい。ということで、まあ、本当はこれでやめたいんですけど、まあ、最初にですね、約束したっていうのもあるんで、スペインガチャ3回だけやっていこうかなと思います。3回分引いていきます。よし。頑張ろう。やっていく。頑張ろう。はい。1回目。さあ、黒もう1回出てもおかしくないと思うんだよな。この前5回引、検証で5回引いて出なかったんで、出てほしい。出てほしい。出てほしい。ずれる。ずれる。ずれる。来た。最高。マジ誰？ゴディーン。ゴディーンかー。ゴディーンはなー。
最近出たんですよ、ゴディンは。プレミアガチャだったかな？じゃない、プレミアガチャのわけがない。なんだあれ？なんだったっけ？ゴディンが出たのは、ごめんなさい、CL ガチャだったかな？ちょっとパッと思い出せないんですけど、ゴディン、はい、ニューついてないんで、2体目です。まあ、悪くはない。ゴディン悪くはないと思います。ちょっと、能力値見ればよかったな。ちょっと後で見に行こうと思います。はい。で、じゃあ2回目やっていきますと。いやー、どう？さあ、行くよ。連発だ、できる？黒。連発できる？黒、ずれる。来ない。誰？モヤ。おー、まだ、アトレティコのモヤ選手。ゴールキーパー、あれかな？オブラクの控えとかですかね。はい。モヤ選手、ちょっとわからなかったんですが、あー、やべ、しくった。ちょっと後で、スペインリーグで出た選手は後で一気に見ていこうと思います。今、ゴディンとモヤですね。黒、金、一体ずつ。いやー、ちょっと引きやばいな、今日。相当テンション上がってる。やばい。はい。ということで、じゃあ、ラスト。約束通り5回目。いや、黒出てほしい。マジで黒。来い。黒。黒。黒は来ない。まあまあまあ、銀。こんなもんでしょう。はい。ハビー・ロペス選手。ライトサイドバックの選手。ということで、はい。結果はですね、5回引いて黒に、金に銀1と。やばいな、これ。確率マジでやべえ。そういう感じで、やっていきます。で、さっきですね、当たった選手見ていこうと思います。はい。で、まずですね、これ入手順とかできたらいいんですけどね、モドリッチが来ちゃったのやばいな。モドリッチ来ちゃったのマジでやばいな。ゴディン、はい、ゴディン選手。あ、これ、ま、12レベルまで育っちゃったやつだけどな。まあ、アトレティコマドリードで、ウルグアイ出身の選手ですね。まあまあまあ、普通にいいとは思うんですけどね。瞬発とスピードがマジで遅いんですよね、ゴディン。で、こんな感じ。ボランチで使えるのかな？いや、無理か。センターバックでしか使えない。まあ、後半7はやっぱいいですけどね。あと、まあまあ、そこそこかな。黒でスタメンで使うかちょっと微妙なラインかなっていうところです。ただ1突できたんで、はい、ゴディン並んでるんですけど、これ1突できたんで、まあいいかなと思います。はい、まずゴディンですね。あとゴールキーパーで、はい、モヤ選手。モヤ選手どうすかね？あんまり評判聞かないですけど、コスト21か。はい、ゴールキーパー。まあなぁ、金のスカットのゴールキーパー、今、レーノ使ってるんですよね。レーノ超えられるかどうかっていう感じですね。コンディション程度5。スキルなしか、スキルなし。能力値も、これだったらレーノ使うかなーっていうところですね。アトレティコの選手すげー出てるんですけど、アトレティコか、まあこれだったらちょっと、レーノ引き続き使ったりとかするかなっていうレベルかなと思います。はい。で、ラストですね。ラストが、ライトサイドバックの選手だったよな、確か。ライトサイドバックの、これだったかな、ハビロペス選手。どうでしょう、ハビロペス選手。コスト11。で、はいはいはい。一応ミッドフィルダーも適性ありますと。で、瞬発とか。なんか、あれですね。ちょっと捉えどころがないですけど。まあ、ボールダッシュ。スピード瞬発は意外とない。で、まあ、ちょっと捉えどころがないですね。で、スキルなしと。まあまあまあってとこかな。はい。いやー、でもモドリッチめっちゃ嬉しい。マジかー。こんなことあるんだ。すげえ。噛みすぎてる。はい。ということで、なんとですね、まさか最後モドリッチ選手。いやー、すげえなー、モドリッチ。モドリッチ、あれだなー。モドリッチ選手は、30レベジの能力値どんな感じなんだろう。30レベジの能力値せっかくなんでちょっと、貼っておこうかなー。貼っておこうかなと思います。はい。モドリッチ選手。いや、すげえ。超強えじゃん。やばいなぁ。熱いなぁ。モドリッチは一応スカウト確定組み合わせも出してたりはするんですけど、すごい。ボールコントロール95か。で、バスケ能力高いなぁ。はぁ、うわぁ。かなり使いやすそう。いやぁ、ちょっとなぁ。楽しみ。すげえ楽しみです。はい。ということで、今回ですね、モドリッチ選手当てました。で、一応ゴディン選手も当てて、だいぶですね、確率良かったんじゃないかなと思っております。はい。という感じで、いやー、報酬からまさか黒出るんですね。すいません、なんかちょっと興奮して何度も同じこと言ってるかもしれないんですけど、なかなか熱い動画になったんじゃないかなと思っております。皆さんもですね、引いてみて、この選手出たよとかっていう報告ですね、コメントでぜひぜひお待ちしておりますので、コメントお待ちしております。はい。
ということで今回ですね、動画以上で終了していきたいなと思います。また次の動画で、お会いしましょう。じゃあね。